様こんにちは。参議院議員の地味花子です。本日もチャンネルアジャーひまわりチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。前回に引き続き今回も私の同期である松川るい先生、まあ、るいさんと呼んでおりますが、るいさんをお迎えしてお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はるいさんをお招きして、まあ、子どもについてのお話をしてもらうんですが、その子どもは何の子どもかというと、防衛政務官をした時に大きな大きな実はお仕事をしていて、私も実は今日まで知らなくてですねごめんなさいね。いや、これはねすごいお仕事したんだなと思うのが、実はじゃーん、こちらであります。これについて今日はお話を伺いたいと思います。ありがとうございます。いや、よろしくお願いします、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、これ、ね、私菅内閣の時に防衛大臣政務官を1年やらせていただいたんですね、うん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 、で今娘が2人いて、うん、中1とそれから小2なんですよ、うんうんうん、でやっぱり防衛大臣政務官ってなかなかね、しない仕事だし、うん、やっぱりこう元々外交官なんで、安全保障、ね、死亡したの？した、死亡したでね、死亡してね、ちょっとそれるけど、うん、もうね、もしも本当にその防衛大臣政務官になったら、うんうん、すぐにやろうと思ってて決めてたことがあって、うん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 、それが髪の毛切ることだった。なるほど。髪の毛切って1年間は紺色のパンツスーツしか履かないと、うんうんうん、そうだったよね、1年間紺色だったよね、うん、はい、もうこんな色に今なってますけど、うん、選挙が近いんでね、すみません、うんはい、そうなんですよ。でね、その時に、うん、一つ自分が作ったのが、提案して作ってもらったのがこの防衛、うん、子ども防衛白書。これすごい。これでね、なんでね、うん、そう思ったかっていうとね、うん、ちょうど防衛白書って作る時期が前にね、うんうん、で白書って花ちゃんも知ってると思うけど、うん、すごい分厚いじゃないですか。すっごい厚い。厚生労働白書とかもすごい分厚いでしょ。いや、もう辞書みたい。辞書なんですよ、うんうん、で、ね、防衛白書もすごい立派な内容で、うん、研究者の方なんかも使うぐらい充実した内容なんだけど、うんうん、分厚くて重くてで読むの大変なんですよ、うん。でね、その相談に来て、まあ、それはそれでいいですと、うん、でも私は子供用のね、うんうんうん、小学校高学年から中学3年生ぐらいまでの子でも読める子供防衛白書を作ってくれませんかってお願いをしたんですね。素晴らしいよね。でもね、なんで思いついたかっていうと、これはね、私がね、母親だからなんですよ。そうだね、すごい、うん、中学生だとね、話したらわかるから、うん、せっかく自分が防衛大臣政務官なんで、うん、子供に日本の防衛のことを教えようと思ったんですよね、うんうん、でなんか適当なマテリアルないのかなと思ったら、うん、これがね、ないの。ないんですよ。え、なんかないのって、うん、事務方に聞いたけどなくって、うんうん、それでね、たまたま防衛白書の相談に来たんで、うん、あ、だったらそれ作ってって言ったんですよ。でね、これ20ページぐらいで、うんうん、これもうちなみにできてるんでしょ。あ、これね、これ非常にね、そう、うん、書店で440円で買えます。すごいよね、全国の書店でも、うん、アマゾンとかで買えるのかな。大きいところかな、わかんない、ちょっとまだ調べてないけど。でもこれもう売ってるってことなんよね。これね、もともとはね、うん、年度途中に私の勝手な提案で作ってもらったから、うん、最初ホームページ上に乗っかってるネット上の存在だったんですよ、うんうんうん、でもね、なんか産経新聞が取り上げてくれて、うんうん、いや、なんか素晴らしく分かりやすい、うん、内容で、うん、まあ、子供も読んだらいいけど、うん、まあ、野党の先生にも読んでもらったらいいんじゃないかみたいな。いや、これ大人は読める全然大人みたいな、なんかこう記事を書かれて、それでまた、うん、有名になって、で出版社の方から、ぜひこれ本にさせてくださいって言ってくれて、ちゃんと予算を使わずにですね、国の予算を使わずにちゃんと出版社の方で、うん、作ってくれました、まあ、売り上げは向こうに行くんだろうけど、ね、うん、ということでございます。でもそういうご自身が、はい、まあ、母親として子供に説明したかったけどできないじゃんっていうところから始まって、うん、気づきですね、まさに。でちなみにこれって、うん、お嬢さんも読まれて分かりやすい、実はね、うん、いや、私ね、分かりやすく書いてくれてお願いしたんですけど、うん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 、やっぱり自分も役人だったから分かるんだけど、うんうんうん、確証協議一応するんですよね。その時に、うんうん、いろんな留保っていうんですか、うんうん、リザベーションっていうのかな、うんうん、念のため上、うん、あれもこれもあれもこれも書いてるんですよね、うん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 、で私娘に一応原稿を読ませたんですよ、うん、持ってきたやつの第一稿を、うんうん、そしたら ね、 すごいね、ママこれ書いてることが何にも分かんないとA が B だと言いたいんだったらなんで A は B ですと書かないんですかと、もう、 うだうだ他のことが書いてあると、うん、だからね、この A は C の状況になったら D になることもあるけど B かもしれないとか書いてるわけ、うんうんうん、いや、これもしかして A は B だって言いたいんだったら A は B だって書いてください。やっぱ子供は鋭いね。鋭いんですよ。うーん、すごい。そうでね、だから、うん、はっきり書いてくれませんかと、うんうんうん、子供が読むんだからって、うん、高校生は大人の白書を読めばいいじゃないですか、うんうん、でもこれは中学生とか、うん、まあ、おませな小6ぐらいなんですと、うん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 、っていう話をして結構はっきり書いてもらいました、うんうん、私ね、結構こだわって、ね、一緒に中身を見てみましょうか。画面上にもちょっと載せていただきますけれども、うん、はい、1、
これすごいね、国の防衛はなぜ必要なの、うん、そうなんですよ。で、分かりやすくピンクのところがハイライトしてあって、うん、まず1番目のところが自衛隊の一番大切な、そして自衛隊にしか果たすことができない任務は私たちの国日本を防衛することですと。そうなんですよ、まるっと書いてあるんですね。唯一無二の、うん、あの存在なんですよ自衛隊っていうのは、うんうんうん、でその次がね、この優しい言葉に大事なことが書かれてるなと思って、うん、はい、国を確実に守るには、うん、日本がきちんと自分たちの国を守る意思と能力があることを周りに示し、日本から何かを奪うのは難しいと他の国に思わせることが必要です。さらにそれでも他の国に攻め込まれるような場合には確実に対処できるようにしておくことが必要なのですと。そうなんですよ、ここは実は私の書き下ろしなんですね、うん、で、あの私は、うん、ずっと昔からね、日本人はやっぱりこう平和ボケしてきたんで、うん、抑止力の本質が分かってないと、うん、抑止することと対処することっていうのは、ね、やっぱり両方任務があります、うん、防衛には、うん、で前半に書いてるのはまさに、うん、あの抑止ってことは日本から何かを奪うのは難しいと相手に思わせないといけないんですよ、うんうん、でね、それはどうやって思わせるかっていうと、日本が自分たちの国を守る能力と意思、うん、だからその防衛 の, その装備品とか の,、うん、あの自衛隊も必要だし、うん、それを行使するという ポリシーも必要なんですよ、うん、このね、意思と能力、パワー&ケイパビリティっていうのは、うん、国際政治の中でも基本中の基本なんですね、うん、なるほどね。で、うんうん、その上で、うん、まあ、それでもまあ破られちゃった場合は対処する能力が必要だよ、うん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 、なのでこの非常に短くてですね、分かりやすい言葉の中に大変国際政治レベルでも耐えうるような、あのきちんとした概念が入ってるっていうことなんですね。これはすごいよね、うん、そうなんですよ。この意思っていうのが意外と分かってないかも、うん、あ、そう、うん、能力と か, なんかまずなんか自分たちの国を守るっていうと、どういう軍事装備があるのかとか、うん、そういう話になるけど、確か多分でも一番大事なのは特にトップの決め、うん、腹積もりみたいな、その意思が一番大事だよね、うん、そうだよね。それに加えてやっぱり国民の意思、うんうん、今ねウクライナあの戦争を見ていて、うん、確かにロシアとウクライナの間で軍事的に言えばウクライナの方が、うん、あの持ってる装備品とかね、うんうんうん、あの例えば軍隊の数とか下がると思うんですけど、うんうん、あの彼らがここまで戦えてるのは西側が供給してる武器もあるけど、それ以上に戦う意志なんですよ、うん、すっごい自分の国は自分で守るっていう意志なんですよ、ね、うん、これがないとダメなんですよ、ね、しかも一人一人の市民にある。そうなんですよ、うん、まあ、トップだけじゃない ね, やっぱこれは。でも私たちやっぱり島国だからちょっとここはボケてるよね、うん、そうなんですよね。あの私もちょっと外国での経験もあったので、やっぱり日本はちょっと緩やかすぎますね、うん、この辺の感覚は ね,、まあ、ね、あの国がいつかなくなるかもしれないっていう危機感がなさすぎるっていうか、うん、おっしゃるとこれはね本当に気をつけないと、うん、で特に私の場合は、まあ、ルイさんの場合外交だけど、うん、私の場合内政の社会保障を預かってるので、うん、内政外交ってもうセットだから。そうですね、もう本当に、まあ、まさに少子化対策とかもそうだけども、うん、まあ、国民皆保険とか国内が安定してないと、うん、外交に行く余力が投じられないというか、うん、ここすっごく重要なリンク。そうですね、うん、本当にその通りだと思います、ね、いやこれはでもいいですね。これちょっと見ていくと私がいいなと思ったのは、うん、あと一言だけ抑止概念、うん、っていうことなんだけど、抑止概念、はい、抑止はどうやって抑止するかっていうとね、うん、相手も怖がるぐらい持ってないとダメなんですよ、うんうんうん、その紛争がどういう時に起きるかっていうと、うん、今回のウクライナとロシア、まあ、ちょっとロシア誤解してたみたいですけど、うんうんうん、自分の方が強大な軍隊があって、うん、軍事力があって、うん、相手が弱っちいと、うん、で相手がその弱っちい相手が自分の欲しいものを持ってると思うときに大体紛争が起きます。あ、なるほど。なので、うんうん、強い者同士の間では紛争は起きないんですよ、うんうんうん、行くと血を見るから、うん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 、なので私はなんかあの軍事費を削減するとね、うん、平和になると思ってる人たちにね、この考えはね間違ってるということをですね、国際的な常識に外れてるということをはっきり言いたいってことですね、うん、まあ、弱いものはすぐ狙われる。そうです、っていうことですね、はい、うん、ここはやっぱり強く私たち認識してないと道間違えちゃいますね。大体ね、あの、うん、セコムもね番犬も置かずにね、あの、うん、お金持ちがね家を守れるかって話ですよ。張り紙貼っててねあの私は平和愛好家ですって張り紙を戸口に出してるだけで守れますかって泥棒入ってきちゃったりしてね、泥棒来ますよ、うん、だからちゃんとプロテクトしてますよっていうことが、ね、まあ、示せなきゃいけないということですね。でこ の, あの子供のため の,、うんうん、あのこれねまずタイトルがすごいかわい い, かわ い, いあの初めての防衛白書なんだけど、ここにですね丸分かりって書いてあるの。そうそう、何これって。これ丸分かりいいでしょう、うん、これうちの娘のことは
これ普通入れないよね、役所の人。そうそうそう、絶対多分こう花チャンネル見ていただいてる、ね、お母さんとかも多分お子さんに聞いたら分かると思うんだけど、これすごい、これはね、うん、これはね、うん、あの娘にねタイトルこれどうよって聞いたの、うん、そしたらこれだと多分ね、うん、初めての防衛白書だけだと、うんうんうん、多分子供はネット上ではたどり着かないと思うよって言われたの。今時の子ってね結構使いこなしてるわけ、ネットすごいよね、うん、検索ね。それでね、あの、うん、その時にあの彼らが一応こうパッとこうタイトル出るじゃないですか、うんうん、開いてみようかなって思うかどうかのね決め台詞っていうか決めワードがあるんですよ。知りたい知りたい、うん、私たちもねこれね自分たちにも生かさないとね本当だいや丸分かりなんとかとか、うんうん、図解なんとかとか、図解、なるほど、2時間で分かるなんとか子供はねこういうワードに反応するんです。うん、結構すぐに知りたいんだ、はい、でもどういうユーティリティあんのっていうね、非常にこう子供はねあの素直なんですよね。そうね、はい、ターンもバッと確信につくのがいいんですよ。なんでね丸分かりかわいいタイトル、いやこれいいなと、これ役人が考えたのかなって。いや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 、すごいなと思って13歳横からですそしてこの15ページ、15ページね、これはね分かりやすいね、日本の島々を守るため。そうそう、これはねまさに尖閣を念頭にこのページを作ってもらったんですね。うどうやって守るかって、これはちょっと一文目を読んでいただいていいですか。はい、読みます。ピンクの部分なんですが、日本が有する多くの島々を守るためには自衛隊の部隊をきちんと配置しておくこと、そして状況に応じて部隊を速やかに移動させることが必要です。でその後のピンクのところがあって、そうそう、ね、相手より先に自衛隊の部隊を移動させ、うん、敵の部隊が日本の島に近づいたり上陸することを阻止します。そうなんですよ、うん、このポイントはですね、はい、結局尖閣諸島っていうことを考えた時に、うんうんうん、一番その先端にあるその例えば与那国とかね、うんうんうん、宮古とか石垣とか、うん、なぜそこに自衛隊を部隊を置かなければならないのか、うんうん、それは今ここに書いてるように、うんうん、相手より先にその島に来るのを阻止しないといけないんですよ、うん、で海なんでね、うん、距離はやっぱ大事なんですよ。うん、実を言うと沖縄尖閣と尖閣、うんうん、忍法向こうのメイン基地ですね、うん、大体タイなんですよ500キロよ、ね、でも日本は、うん、あの南西諸島がありますから、うん、その先端に行けばどんなに中国頑張っても、うん、日本の方が先に行ける、早く行ける、はい、うん、で問題はまあ制空権の方はちょっと別の問題があるんですけど、うんうん、なのでねやっぱりねあのいろんなあのもちろん基地を受け入れていただいてるところにはいろんなあのまあなんていうのご迷惑っていうかそういうのもあると思うんですけど、うん、やっぱりそこじゃなきゃダメだっていう理由がやっぱあるんですね。あそういえばね私ね子ども防衛白書だけじゃなくて、うん、もう一つやった仕事がね、うん、地域協力エンブレムってやつで、うん、持ってこなかった、またうん、これねあの、うん、結構ね自衛隊とか防衛省って、うん、基地受け入れていただいてる、うん、あの自治体には実は公民館作ったりゴミ処理場作ったり、うん、消防車寄贈したり、うん、いっぱいしてるのね、うんうん、でそれは私はあの非常に、ま、なんていう普通の方々は、うん、確かにちょっとうるさい時もあるけど、うん、あこんなにしてくれてるんだなって思ったら全然違うと思うんですよね、うん、でそれはでもね分からないわけみんな、うんうん、なのでお金の出どころが分からない、うん、いやこれがこの消防車を見ても自衛隊さんからもらったんだと、うん、今は分からないんですよ。ああなるほどなるほど。で、ね、だからそれがね誰がどう見てもはっきり分かるような防衛省寄贈とかね防衛省女性とかいうでかいマークをつけてはるんだと私は主張したんですね。それで作ってくれたのがこの地域協力エンブレムで、うん、あのパッと見たら、うんまあ、これ防衛省だって分かるようになっていて、うん、必ずこれからは目に見えるところにいっぱいつけることになっています、うんはい、すごい。これね ODA から、そうでしょ私も ODA からかなって言おうと思ったの。その通りなの、うん、外国に行った時に分からないの、そうなこの橋日本が作ったって言われてもどこにも書いてない。そうなの同じだ。でね、この橋は日本が作ったのに、うん、なんか橋桁だけ作った韓国の方がでかく書いてたりして、うん、すごい不愉快な思いを私はしてきたんですそれで今はねもうミシンの一個一個にもちゃんと日の丸のつけられるようになってて、うん、結構でかく、うん、なのでそういう心配ないんですけど、うんうんうん、その時の悔しい思いをちょっと思い出して提案したんですね。実は私ダイヤモンドプリンセス号に3週間乗ってた時に、うんうんうん、河野太郎先生が防衛大臣で、うん、で本当に岸壁まで来てくださったんですよ。激励になんとなんかちょっとお菓子までいただいたんですけどでその時に、うん、やっぱ怒られたのはその当時、うん、広報官をちゃんと置けってことだったの。ああ、なるほど。でも当時の船内は3700人の大パニックで、あ、まあ、でかつ私なんかもう保健所の所長さんみたいな役割を急にパンと振られて、まあ、みんなでやってましたけど、うん、広報官を置く余裕は正直なかったんですよね、うん、だけど自衛隊はあの PCR の咽頭拭いとかやってきてくれていたんですけど、うんうん、自衛隊には自衛隊の広報官がきちんとつくの、ねうん、写真を撮る人、そうそう記録をする人っていうのがもう固定でいて、うんうん、でその方たちが
きちんと本省にも報告を上げ、そうそう、うん、かつ本省の記者会見でも使い、大臣もパネルにするときはそれを使うと、そうなんですよ、もうこの一連の流れができていてで終わった後に、うん、河野大臣にお願いしたところ、ありがたいことに、うん、厚労省の我々を招いてくれて危機管理の勉強したの、うんうん、あ、そうなの、やっぱ素晴らしいね。でその時に広報官の置き方とかを学んだんですよね、うん、あ、そうですか、そう、そうですか、でその時に分かったのは、実はその、うん、私本当に素人だ、今も素人なんだけども、うんうん、その防衛とか、まあ、特に自衛隊は、うん、災害の時もそうなんだけど、例えば、うん、あの飛行機で事故が起きましたと、うん、それが防衛省の飛行機だった、まあ、フライトだったという時に、うん、直ちに寄り添う仕組みがあるの、うん、その被害に万が一よ、うん、万が一の時に、うん、あの被害に遭われた方のためにもう一刻も早く現場に行ってリエゾン的に一気通貫にその住民なりをもうケアする部隊があるの、うん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 、これはね知らなかった、当たり前、いや私も知らなかったすごいなって、うん、あの部隊までの大きさか分かんないけどとにかくありますね。だからあの、うん、常にこうこの戦後のオンアラートなのよ、ね、あの歩みは、うん、国民に寄り添ってでなんていうか理解をしてもらう努力をそうもう最大限に存在だったからね、しているっていう、あ、これは違うわって思って、うん、ごめんなさい、一回話ちょっとそれちゃったんだけど、いやいやでもね、 ありがとうございます。私本当にね、自衛隊って立派な組織で、うん、あのさっき言った映像部隊もね、あの、うん、あるのね、だから発信もすごく頑張っているんですけど、うん、やっぱりあの自立型組織なんですよ、うん、今のはその花ちゃんが言ってたのは災害対応するっていうのは必ずどこの基地でも、うん、なんか災害がそのエリアで起きたら、うんうんうん、あのオンアラートであなたたちが行くんですよっていう人たちがいるんですよ、うんうんうん、あの普段の任務に加えてね、うんうんうん、なのっていう意味だと思います、うん、でね、あのコロナで言うと、うん、大規模接種センターってあるでしょ、で東京とね大阪の2カ所に出したんだけど、うんうんうん、あのねそこの所長さんは、うんうん、要するにトップは2週間ごとに交代するんだよ、うん、知ってた？知らなかった。でね、私はすごいなと思ったわけ。外務省っていう私がいた役所とかも、うんうんうん、なんかあの突発的なことがあると、うん、急遽チーム作ってアサインしたりとかするんですけど、うんうんね、あのそうなるとだんだん ね個人の力、うん、なんていうの、いっぱい知見がたまっていて、うんうん、なんかね、だんだんね1年ぐらい経つか経たないかぐらいからね、うんうん、余人を持って買い難いとか言われる。え、半年じゃなかったんですかみたいなのが1年なり2年なりっていうね、うん、本人のキャリアにもすごくマイナスっていうか、まあ、思わぬ影響を与えたりするでしょ、あと疲れちゃったりするしね、そう、うん、なんですけど2週間で交代できるってね、うん、ありえないと思ったらシステム化されてるのね。そしたらね、あのそれはね、我々は普通にとってはこれは普通なんですっていう、で普段からそういう仕事の仕方をしてるんですよ。ミッションね、ミッションがはっきりしていて、うんうん、あの横 の, あの縦の権限あの権なんていうのかな、うん、命令 の, その上位下達もはっきりしているし、うん、やるべき仕事もはっきりしているし、うん、横の情報共有のやり方 も,、うん、もう決まってるのね、うんうん、なのでね、あ、組織は本来こうあるべきじゃないのかと。私もそれはもうまさにそうだった。本当に余人を持って買い難いとかありえないから、うんうん、もうコロナ対応している厚労省の職員 の, その配置で一番困ったのは、あ、うん、あのそこ人事、うん、その一人が長かったり、あるいはもう例えばダイヤモンドプリンセス号もう3日おきに逆に人がある、うん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 、引き継ぎもなく変わる、これじゃ危機管理できないよって思ったところまで、なんかすごい勉強に、あの河野太郎先生のおかげで教えていただきました。あ、でこのちょっと白書に戻るんですが、あの日米同盟のところもそうそう、これも分かりやすいでしょう。ぜひぜひぜひ、これはちょっとご紹介で、まあ、21ページになりますが、これはねすごい、あの握手してる可愛い写真もあるんですが日本は同じような価値観を持ち、経済面においても関係が深く、また強大な軍事力を持つアメリカと日米同盟という強い結びつきを持つことで日本を守ってきました、うん、とあります。そしてその下はですね、日本はアメリカと協力してこうしたいろいろな国に関わる問題を解決するための取り組みを進めており、日米同盟関係は世界の平和と安定にも貢献しているのですと、こう書いてあります、うん、そうなんですよ。ここにねさらっと書いてますけど、うん、まあ、価値が共有されているということに加えて、うんうんうん、強大な軍事力を持つアメリカと日米同盟という関係を持っている、つまり、うん、ジャイアンと手を組んでるみたいな、そういう状況だから日本は安全が守られてるんですよ、うん、ということをまあ言ってるわけですね。この当たり前のことをちゃんと子どもたちに伝えられているのか、はい、そうなんですよ。なんとなく国は守られてるんじゃないかって思ってる子どもたちきっと多いんではないかなと思うんですよね、まあ、でもむしろ今子どもたちの方がネットとかで情報をどんどん集めてるから、まあ、大人が言わなくても知ってることもあると思うんだけど、でもね、なおさらね正しい情報をやっぱり使わないといけないと思うんですよね、うんうん、本当にね、あの
あのフェイクニュースっていうか、あんまりあの今の情報戦ね、うんうん、やっぱりね、あの国自身がやっぱりこう正しい情報を、ね、発信して、うん、それが、うん、例えば子どもとか何歳とか女性とか子育て中とか、うん、いろんな対象に対して正しく届くように、うん、仕組みやっぱり作らないと、うん、なんかあの漫然となんかあの、うん、探してみたらもらったら こんなところに見つかりますよっていう態度じゃなくて、うんうん、やっぱり ね一緒に考える、ね、プッシュ型で、ね、リーチアウトしていかないといけないと思います、ね、うんうん、でも今日そういう意味では、うん、今日の動画は画期的っていうか多くの人に見てほしいし、うん、この初めての防衛白書、しかも丸分かり、日本の防衛、これかわいいよね、ぜひ皆様手に取って、はい、ぜひぜひ購入していただいてご覧ください、うん、はい、はい、ありがとうございます。今日もありがとうございました、はい、私は今ですね、またこれからも、うん、この2匹目の土壌を狙って、初めてのっていう名前じゃなくていいと思うんだけど、子ども外交聖書、うん、今度は外交の方ですね、これをですね作ってくると林大臣にあのすごい委員会の質問などで提案しております。すごい、じゃあ私もなんか初めての何子ども功労白書、子ども功労白書怒られちゃうかな、 病気にならないためにとかなんか作りましょうかね、うん、ね、いやでも本当今日ありがとうございました。ありがとうございました。